高卒でもファッションデザイナーになれると思いますか？パパのブランドの新卒雇用条件も専門大学卒からだったし、別に無理して就職することないんだよ。兄ちゃんはしたくてするの、就職。ここで動かなかったら何も変わらないよ。本当はなりたいんでしょ、ファッションデザイナー。僕はデザイナーになりたいんです。ランウェイで笑って、2020年1月10日よりアニメイズム枠にて放送開始。